マンガル・ショブハジャートラは、バングラデシュにおいて、ベンガル新年初日に行われる大行進を言う。1989年から開始され、2016年に、ユネスコ無形文化遺産に登録された。1975年に、当時の大統領ムジブル・ラフマンが、軍部のクーデターにより暗殺されて以降、バングラデシュは、ジアウル・ラフマン大統領が指導する。 軍事政権の支配下に置かれることとなった。ラフマンが1981年に暗殺された後、1982年には、フセイン・モハンマド・エルシャドがムケツ、無血クーデターにより、大統領の地位に就いた。これらの軍事政権は、反世俗主義的な姿勢をとっており、1977年には、憲法から、政教分離主義を削除し、1988年には、 再度憲法を改正してイスラム教を国教とした。エルシャド政権に対しては何度も抗議運動が行われたが、1983年に行われた最初の大規模な抗議運動では5名の学生が死亡し、また1987年に脱下で発生した大規模な抗議運動では、反軍事政権活動カヌール補佐員が 警察により射殺されたのを始めた数の死傷者が発生するという状況にあった。加えて、バングラデシュは自然災害の多い地域であり、1980年に20世紀最大と言われる大洪水を経験し、それ以降もしばしば洪水に苦しめられてきた。脱カ大学美術学部の学生らは、こうした1980年代の苦しい状況に、 クリエイティブな方法で立ち向かい、人々に未来への希望を与える手段として、1989年のベンガル新年に色鮮やかな大行進を行うこととした。この大行進は、ベンガル語で幸福のための行進を意味するマンガル・シャーベ・ジョトラと名付けられた。マンガル・ショブハジャートラは、ダッ科大学美術学部の教員及び学生により、組織されるものであるが、 大学関係者だけではなく非常に多くの人々が参加するものとなっている。この大行進は反世俗主義的な軍事政権への抗議運動として開始されたという経緯からバングラデシュの人々による世俗主義の表明であり様々な宗教による共存を示すものであると大学関係者は考えている。2016年の無形文化遺産登録の際にはユネスコは この大行進の趣旨を以下のようなものとした。マンガルショブハジャトラの祭りは、バングラデシュの人々がその民族遺産について、有している誇りのみならず、邪悪な力と戦うバングラデシュの人の強さ及び、勇気、並びに真実及び、正義の擁護を象徴するものである。また、連帯及び、民主主義の共通価値を表すものでもあり、人々を、カースト、信情、宗教、 性及び年齢に関わらず結束させるものである。ユネスコ無形文化遺産保護条約政府官委員会、マンガルショブハジャトラで行進する大きな紙製のベンガルトラ模型人々は鳥、魚、動物その他のモチーフを表した巨大な模型を携えて大行進に参加し、中には6メートルもの大きさになるものもある。これらの模型は悪を象徴するもの、 勇気及び強さを象徴する、もの並びに平和を象徴するものがセットとなっている。脱カ大学の学生らは、大行進に向け、3月からこれらの模型を作成する。マンガル・ショブハジャトラは2016年に、ユネスコ無形文化遺産に登録され、人類の無形文化遺産の代表的な一覧表に、記載されている。2014年、バングランアカデミーは、 ダッカ大学関係者らの同意を得て、ユネスコ無形文化遺産登録のための提案書を作成し、バングラデシュ文化省の承認を得て、これをユネスコに提出した。2016年11月30日に、アディス・アベバで開催された、ユネスコ無形文化遺産保護条約第11回政府間委員会において、マンガル・ショブハジャートラを無形文化遺産として、 代表一覧表に登録することが決定された。ありがとうございます。